やばいんですよ、このスタッフが。カチッと仕事してほしいんだけど、今のままじゃクビですよ。いつでも切れます。だったらここ使ってよ。今日はですね、特別に株式会社ドラゴン教育革命のスタッフ8世に登場してもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと8世、簡単にスタッフとして働くことになった経緯と、なんか自己紹介みたいなのを簡単にしてもらっていいですか。8世と申します。ああ、もともとはずっと介護の仕事をしてきて。経営したんだっけ。そうですね、介護事業所を運営して12年間できて、ああ自分の家庭のこととかもいろいろあって、ああコーチングを学んでみたいなと思って、ああドラゴン先生と出会い、ああママためコーチング塾に入り、3期だっけ。3期です。はい、3期で入った、はい、そこから直接ドラゴン先生から8世事務局興味ないって言われて、ああそこからですお手伝いし始めたのが。事務局ってないよ、お金払って。それそうですね、はい、全然記憶ないマジで。はい、それいくらあったのその時の事務局。最初は1万円。今はそこから、そこから9月いっぱいで今の秘書さんが辞めますというところで、うん、秘書募集をしますと。ここは私も応募しようって思って、うん、で応募して、うん、見事今は秘書をやらせていただいておりますというところです。ママためコーチング塾に入ったらドラゴン先生のスタッフになったよという。はい、で今日まあ撮ってるのはね、とわく空いてたので、撮影者でいた、まあ、発声撮ったら別に喋ったなっていう話でね。今実際にさ、ママためベーシック3期を卒業して、でアドバンスに入ってるじゃん。はい、でもよく考えてんだけど SNS 発信してないよねっていう話だって。基本的にうちってママためのベーシックでコーチングもちろん教えるんだけど、 SNS 集客も教えて、それで稼げるようにしていくよっていう、その流れを作っていくための、まあ半年間はまずベーシックで気づくじゃんか。でそこで SNS 発信は始めやりました。あ、一回やった、うん、でアドバンスに来る時にはもっと頑張るぞみたいな感じがあった。そうですね、売り上げ上げたいって思いました。あとはドラゴン先生のアドバンスの認定コーチとかっていうところもあったので、うん、ああ認定コーチ、ママため認定コーチになりたいと思ったけど、はい、もう憧れてありましたし、うん、で飛び込んできて、はい、結果 SNS はやめ介護事業所の経営もやめたね。やめました。介護事業所の経営を手放したっていうのは俺がフィードバックしたのかな。多分やめようと思ってるっていう話はしたんですけど、ああ、はいはい、もっと早く終わらせた方がいいよって。撤退は1秒でも早くですね、はい、なので、うん、本当は7月って思ってたんですけど、うん、年末にやめましたよと、はい、でやめて軽くなったはずなのになぜ SNS を始めてないんですかってことですか。介護事業の経営ってそこにどれぐらいの時間を取られてたの。月とか週とか。比較的自由にはやってました。もう一回質問するよ。俺の質問答えて。どれぐらいの時間、月とか週とか働いてるの？10時間ぐらい。1日10時間。ぐらいは働いてました。10時間働いてましたと。休みは？休みは、まあ、土日祝日でしたけど、うんうん、自分が行かなきゃいけないご利用さんがいたら祝日も行くし、うん、お正月も行くし、うんうん、まあ、ヘルパーさんが休みますって言ったらそこも入るっていう。なので休みがあるようでない。タイムカードをしてたか？管理側なので、ああああ、ほとんどそこはつけてなかったです。だいたい1日10時間ぐらいの働き方で週5で200時間ぐらいは月に働いてたんじゃないかっていうことで、はい、あるね、はい、でよ、月200時間働いたこの時間がなくなったわけじゃん、はい、やめたんだよ完全に。1月にやめました。ってことはこの200時間使って普通の俺だったら、よしじゃあ SNS 発信やろうとか人に会いに行こうとかコーチングを実践してスキルを磨こうって思うんだけど、今どんな状態なの。今は家にとらわれてる感じです。子供たちに、家にいて仕事をしてても子供たちが、ねえママあれやってねえママこれがっていうのでうわーってなってしまって、外に出たら気分転換しちゃうっていう。さやばいんですよこのスタッフが。もう発生やばい。これちなみに社員じゃないんでね、業務委託ですからいつでも切れますからこれ。いやそうなんですけど、いやこれやばいなと思ってるのが、200時間さ月使ってたものが使えるようになったんだから、どんどんそれを自分のビジネスのために使っていくべきですよ、はい、なぜ子供たちにそのエネルギーを明け渡しちゃってんのって。不登校だよね全員。まあ、ほぼ全員で、なんでそれで家にいるのって話。私がですね、そう子供たちではしょうがないんです、はい、なんでだろう。
ところがないから。なんすなんえ？どこで行くところ？今まで仕事場があったけど、ね、ないじゃないですか。ない？働く場所がないというここでしょ？そうです。うちのスタッフなんでしょ？別に。はい。いやもちろんどこで働いてもらってもいいわけじゃんね俺は。やるべきことさえやってくれればどこでもいいわけじゃん。全然縛ってないけど。そんな邪魔されるような状況がある中で働かれても困るよねこっちからすると、うん、ちゃんと働けよって話だだったらここ使ってよって話この主体的の鬼ドラゴン先生のそばにこんなにこう受け身な人がいるのかというね話ですけど聞いてどう感じた今自分の中で処理しようとしすぎてるなっていうのをずっと思っててすぐ言葉にこう思ってるんですけどどうですかって聞けばいいのにこう言われるんだろうなとかそもそも怒ってないから言い方もあるよこれって、うん、だけど全く怒ってもないしいやここ空いてんじゃんって話だからなんで子供たちのせいですかってあなたでしょっていうのがあるよ ね、 そうですねじゃない子供たちが悪いってどうこういや別に学校行ってなかった時もさて仕事行ったでしょして行っただったら行けよでしかも今はねそれなりに渡してるんだよねはい今はいくら渡してるのあのカットしてみるそん時よりもさもらってんじゃんでしょそん時よりももらってんだからそん時ぐらい働いてよ月200時間もさここにいてくれてさそんなずっといろとは言わないよでここに来てもらってまあ一人寂しいかもしれんけど結構いいとこだよこれ月85万のところを職場にできるんだからさ早く直すよあの辺のやつとかさそれも仕事になるわけでその中で SNS 発信を作っていいんだよそれも仕事になるんだでなんだったらここでさ経営者の方と発生がなんかこう商談してもいいわけだしさそうじゃないコーチングここでやってもらってもいいわけここ無料で使えるのやばくないですかなのになんで捕まんのって話こういう返しが来るとは思わない思わないなんでなんで普通じゃん俺今日言ったけどあ今日聞いてた職員会議うちの職員会議の目的って株式会社ドラゴン教育革命の売り上げを上げることだよって言ってるそのためのチームミーティングで右腕の横が皆さんとなんか発表した人に対して一つぐらいは質問しましょうよっていう話があった、はい、だってさ売り上げを上げるためなんだからこれどうなってますこれはこういう風でいいってどうしてもこう割っちゃうじゃん分担をだけどさ売り上げを上げるってことで言えば横の連携がめっちゃ大事だわけでしょその横の連携が大事なのにそれをさしないでてか横の連携が大事だよな秘書でしょ俺との連携を立ってどうすんだよって話だよこんなんだったら秘書失格だよってクビだよって言ってるもんとかもパワハラみたいな状況ですけど言っとくけど改善してくれればずっといてほしいわけですよ200時間も働いたんだから200時間使ってよその当時よりは全然家族に時間使ってもらってもいいよ俺だって4人とももう会ってるからさだけど今の状況って子供たち言い訳にして働いてないんだからめちゃくちゃ今やばくないちょっと今冷静に言うとやばいし、うん、主体的ってそういうことかって今更ながら確認してくれないこういう風にしようと思うんですけどいいですかとかこうしたんですけどどうですかって連絡することは秘書の仕事なんですよ連絡を避けるだよな秘書失格でしょ連絡せいであるじゃないですか怒られるんじゃないかって怒ってる風に見えるかもしれないけど怒ってないしミスがあっても俺ミスに対してお前ちゃんとせよとかってそういうことはないしですミスがあった時にちゃんと言うよ俺からこうしてくれよって発生のめちゃくちゃ弱いところでありこれ聞いてる人たちも弱いところっていうのは稼げない人って発信しないSNS 発信だけじゃない自分の思いを言わない実は今家で働いてるんだけどもちょっと子供たちがいると仕事ができないので渋谷の深センの方で事務所借りてもいいですかでその時に定期とか買って定期代っていうのは経費で落としさせてもらってもいいですかって言われたらいいよってなるに決まってるじゃん頭回んないかそこまで一切回んなかったですそうですねでもこういう方をスタッフに雇ってる優しい山本先生これ教えてあげてるっていうねそしたらさ渋谷の新鮮に来るっていう時間帯もどの時間帯でもいいけど常駐してるスタッフがいますよってなってきたらここを開けるわけだ、はい、売り上げにつなげることができるわけだからでしょいろんな人のその経営の悩みとかいやそれだったら SNS うちで任せてもらったらどうですかって言ってつないでここでズームつないでやったりできるわけじゃないですか誰もここにいないからさこれ常駐スタッフですってやってもらって掃除したりとかさそういうのやってくれれば俺は安心だし事務所あんのに月使ってる時って8日間だからねやばいよねこれ稼働してよ俺の生徒さんに使ってもらうように営業してもらってもいいじゃんそういうさ発想ってないのかなないか分かる
どんどんスタッフが来てさ、うちの生徒さんとかが講座やりたい人いるじゃん、うん、そういう人にどうですかってこのタイミング使えませんかって言えば、あじゃあやるわ、それだって売上アップにつながるぜ。ないんだな、そういう発想が経営者だったんじゃないの。ねえじゃないよ。うちやっぱ攻めだからさ、本当にルーティーンがないじゃん、ある意味ルーティーンを自分で作ってたんですよ。柔軟な人がかなり強いよね、うちのチームだと。まあ、横は本当柔軟っていうとさ、すごいよね。よう俺と一緒にいるだろ、もうだいぶやばいよね、横はね。だから俺はだからめちゃくちゃついてるけど、あとはね、まこっちゃんとかさ、最初のセールスのリーダーやってるから、そのセールスの制約率によって売り上げが変わるから、ね、意識は全然違う。でも、多くの人はやっぱり、例えば YouTube 動画編集しますとか、インスタキャンバー作りますとか、だってスタッフでなっちゃうと、もう最終ラインの売り上げまで意識がないよ、うん。そこを繋いであげたっていうね、これどうなってますって。いちいち数字見てさ、今ここに対してなんか施策打ってますって、ちょっとマーケッター的なつつきみたいなのもできるならしてもいいと思うし、何でもだから売り上げにつながるもんだったらいいじゃんって。だから逆に自分の発信からママために来てもらって、それでフィーもらうって仕事だってあってもいいじゃん。何だってできるのに考えてないから。俺言ったけど、夜10時半まで寝なかったらクビっつって。これ大丈夫、浪費とか言ったられるのかな、分かんないけど。でもそれで夜10時半に寝るようにしたでしょ、はい、そっからよ。でどうするかっていうと、ちゃんと働く時間や空間を確保してほしいから、どういう時間帯でルーティンで来るか、もう仕事のパフォーマンス低すぎるからさ、カチッと仕事してほしいんですよ。そのためにどうしたら自分のパフォーマンスが、どういうふうな働き方したらパフォーマンス上がると思う？どういう働き方？今のままじゃクビですよ。平日はこっちに来る。ああ、平日っていうと月から金ね。4日ぐらい、はい、どのタイミングで来る？決めたわよ。10時ぐらいから4時ぐらいまで、うん、10時4時、はい、そしたら10時ぐらいからっていうのやったら絶対10時にした方がいい。もちろん遅れても誰も言われないけど、すげえここがルーズな人って信用されない。10時4時でここで使いますみたいな、誰もいないからね。ここに例えば誰か来てさ、なんかやりたいですっていう人が来るかもしれないじゃん、うん、だからそういうのがいれば起きる、いないから何も起きない、めっちゃもったいないやん。でもここにパッセイがいることが分かったらさ、平日ドラゴン先生とこういう話したいですって、リアルとか、あとリアルで発生となんかこう話を聞いてほしいですって人だって現れるかもしれないのに、うん、何にも動かないから、現実は何も変わっていかないってだけだ。ここまで聞いてない？自分が動いているつもりの動いていると全然違う、逆だなって思いました。基準が低すぎるよね。でも高齢者の介護の話だとすごいやってたんだよね、きっとね。こっちの世界とは違うんだよ。違うけど変わらないのは、例えばお客さんが待ってるわけだから、そこに時間通りに行くとかは変わらないよね、別に、うん、タスクをこなす側じゃない、タスクを生み出していく側がうちなの。秘書だから、まあ、生み出すという意味あるけど、防御側だからそこまで強くないけど、いつもそっち側の感度がないと、あこれ売上につながりそうだなとか、この話って私がここにいればこれできるじゃないかなって、この発想で持って動くのよ。これがクリエイティブな脳なの。俺は本当スタッフたちにもうひどい経営者だと思うんだけど、このクリエイティブな脳みそがない人クビにするって言うよね。だって作業だけやってる人だったらいくらでも代わりがいるじゃん。その人育ててどうすんのって、代わりがいない人を育てていく、それが教育だと俺は思ってるから、人に代わってもらったらその業務量もっと効率よくできちゃうから。パッセイやることってのは時間決めて、月水木金の、はい、4日間は私はここにいます、何時から何時までいますって言ったら何か起きませんか、みんなの中で選択肢発生いるんだったらこれお願いって、こういうことなの。そこで売り上げつながっていったとしたら価値が上がってくるから、そしたら給料も上がってくるんだよ。そうじゃない？しかも2月は売り上げちょっと下がってんだよ。そこであんたらもう発生払う金出してしようかって思っちゃうの、経営者で。それぐらい経営者って甘くないから、はいはい、発生がここにいるってだけで価値が生み出される可能性があるんだからさ、はい、ああいう音声とかさ、そういうのちゃんと整えて、今度カメラとかも整えていって、その使い方があればここでどうぞウェブ会議にしてくださいね、そういうことですよ。ちゃんとスタッフが常駐してるんだったらそういうこともできるから、こういう発想がマーケティングなんだよ。だからもう古い介護経営脳からこっち側のマーケティング脳に来てねっていう例です。ここまで聞いてんけど、発想すら本当に生み出せなかったので、ここからはマーケティング脳になれるように日々過ごしていきたいと思います。
い、ということで、今日はあれですね、こういうのなんていうんだろう、スタッフ面談ですよ。もうまたスタッフ面談してる時にさ、カナヤン入ってきてベラベラ喋るからさ、うるせえっつって、本当にあのね、まず唯一無二の存在になるっていうのが大事で、それは SNS のインフルエンサーと一緒なの。うちの会社だけじゃなくて他のところでも、この人に仕事お願いしたいな、この人じゃないと回んないな、この人価値を生み出してくれるから離れていって欲しくないなって人にならなかったらダメなんです。まずクライアントワーカーにはなってる自覚がある、こっちからお願いされた仕事をやるっていう、でそれは誰でも買いが利いちゃう、そんな世界を作りたくないんだよ俺は。じゃなくて、あなたに頼んでよかった、あなただからこれをお願いしたいっていう、これは差別化で SNS とも一緒なの、全く一緒の考え方だから、唯一無二の存在だから、俺はもう唯一無二じゃん、どう考えたってドラゴン先生っていうのもたった一人、俺の会話いない、でも8世の会話今いるんだよ、そうなっちゃダメだよ、クライアントワーカーとしてもね、これが大事な感じですよ、唯一無二の存在になっていく、そのためのもっと時間を有効に使って子供のせいにすんなって話、あなたが作り出してるんでしょって言ってるじゃん、はい、だからそれでしっかり働いてもらって、より俺から給与をもらえるように自分で価値を作り出してください、はい、以上です、ありがとうございました。